時にどんよりってことはもしかしてはい、うん、出たー仮面ライダーなどクソくらいだ思いっきり暴れてやるぜドイツ！お前か！それともお前か！会場のお友達には手を出さないで！なんだと？だったらお前から手を出すって。とかを持って動けたありがとう来たな仮面ライダー我々の邪魔をさせ派手にやってくれるなだが調子に乗るのもここまでだお前母ちゃんの前にしてくれたお前ちゃん恐怖のどんどんに叩き落としてやるぜおい大口を叩くのは一っ走り付き合ってからにしてもらおうか行くぞはベルトさん、このまま一気に行くぜ。しんのすけ、名は禁物だぞ。しまった。来るな。女の命がどうなってもいいのか。言った先か。そうか動くんじゃねえぞ。お前なんであそこで銃を撃った？ああ、あれ？見事だっただろ？あの状況じゃなかなか撃てないよね。特に警察官は。ふざけるな！もし弾が人質に当たったらどうするんだ？大丈夫、外しゃしないよ。それとも何？あのままお姉さんが連れ去られてもよかったっての？いいわけないだろ！でもな、慎重に行かなきゃならない時だってあるんだ。お前は大胆すぎるんだよ。またお説教？そんな甘っちょろいこと言ってるとまた被害者が出るぜ。新兄さんも例の事件追ってるんだろ。ちょうどこの辺りじゃなかったっけ？被害が頻発してるの。バカ！お前余計なこと言うな。例の事件で？知らないっと。ねえ、例の事件って何よ。私たち何も聞かされてないわ。実はこの周辺で人が何人も蒸発してるんだ。え？その蒸発した人物ってのは蒸発でしょうか。遺伝子や情報工学に精通しておらんようになったんや。科学者ばかりがいなくなってるのさ。どうでしょうか。怪しい匂いがプンプンするぜ。確かにこれでこの事件にノイミュードが関与してる可能性は高くなったな。
どう、新兄さん、何か繋がった？遺伝子、情報のここに現れたロイミュードはアマルタだね。タちゃん、そうなんだ。ダメだ、今一つ繋がんねえ。それじゃ、お楽しみは俺からってことで、お先に失礼するよ。ダメだ、お前は突っ走りすぎる。この事件には関わるな。ロイミュードの撲滅は俺の使命。いくら新兄さんの言うことでもそれは聞けないな。だったらお前を逮捕する。そんな無茶苦茶な。それがお前を止める究極のブレーキだからな。待て待てって言われて待つやつがいるのかよ。ちょっとバカ、遊びじゃないんだ。分かってるよ。お前本当に分かってるのか。また始まったか。おい待て。じゃねえ。おっと、大丈夫かな、あの二人。お姉さん心配だから見てくるね。じゃあみんな後でね。レン君は、はい、後で飲もうな。今日の会社来る。なんだなんだ、知りたいのか。究極の進化形態というのは、つまり不死身の体を持つこと。その夢のような話がもう間もなく我が科学力で実現する。実現した暁にはお前たちロイミューダが人間たちを全て凌駕するだろう。わからないか。わからないのか。そうか。よし、じゃあもう少し説明を足すとだな。お前たちが集めた負のエネルギーを破壊と再生に繰り返す。再生するたびにお前たちは強く強靭になる。そしていずれは不死身になるということだ。どうだ、分かったか。寝てる寝てる。おいおい、お前が聞いてきたんだろ。お前が聞いてきたんだから起きろ。おい起きろ。おい起きろ。うるせえ。おお、俺にそんな難しいこと言ったって分かるわけねえだろ。聞いてきたお前やん。いくつもお人間ばかり吸収しやがって。で、どうすんだ。またこいつら脅かしゃいいのか。うわ、待て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 。ここでは恐怖の絶望のエネルギーはもういい。ここでは欲望のエネルギーを集める。欲望のエネルギーっていうのはな、恐怖や絶望を与えると逆効果。まあお前には難しくて分からんだろうがな、ここは私に任せて、お前はちょっと別のところで恐怖と絶望のエネルギーを集めてこい。分かったな。頼んだぞ。なんだよ、力関係分かってねえんだよな。なんだよ。よし、では諸君、君たちには今から欲望のエネルギーを集めるのを手伝ってもらう。私は元気な子はいいからな。大きな声ではーいと、はーいと挙手をしてもらえば、お前たちを当てに行く。よし、じゃあ私の計画を知りながら心から我に同情する子たちを集めるぞ。いくぞ、せーの、はーい。結構我が多いな、今日は。結構我が多いんだな。よし、私が迎えに行ってやるからな。ちゃんと手を挙げててくれよ。私が迎えに行くからな。おお、パーティーの君行こうか。パーティーの帽子をかけてくれ。よし、おいでこっち。あげといてこないのか、君は。はい。いけすなのか。靴はあるかい。靴をすいません、お母さん取ってください。で、前の人はごめんなさい、道開けてね、ごめんね。